ジャニーズ問題の会見で物議を醸している東京新聞の望月磯子記者について同僚記者が言及しています。暴走が止まらない望月記者への同僚記者の本音にツッコミが殺到し大炎上しているようです。これまでの望月記者の暴走と同僚記者が明かした彼女への本音、社会学者が指摘した望月記者の異常性など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。ジャニーズ事務所の会見を茶番だと騒ぎ立てる。東京新聞望月磯子記者の暴走が止まらない中、東京新聞のベテラン記者が、昔は朝日や読売を打ち負かす特ダネを取ってくる優秀な事件記者だったんですがね、と嘆いています。彼女の振る舞いをどう思っているのか。東京新聞の同僚記者の本音とは、10月2日に開かれたジャニーズ事務所の会見で、望月氏は自分を指してもらえなかったことを理由に何度もわめき散らし、その姿を見た視聴者の多くが呆れ、会見直後は SNS 上に下品、傍若無人などの批判があふれかえっていました。しかしながら、5日、ジャニーズ事務所側が指名しない記者をまとめた NG リストを作成していた事実が発覚すると、風向きが変わり、望月氏は SNS で茶番、八百長会見と語気を強めて批判。東山氏と井ノ原氏の辞任を強く求めます。やり直し会見を求めますと攻勢を強めていました。ただ、この一連の騒ぎについて、東京新聞の中堅記者は、NG リストの件で、ジャニーズ事務所側に問題があったことは間違いない。ただし、それと、彼女の振る舞いは別問題だと思います。300人も出席した会見で、自分が刺されないことを問題視すること自体が傲慢でしょう。と語り、呆れています。前回の会見でも望月氏は、ほとんどの社が守っていた一社二問のルールを無視して10分以上も質問。セカンドレプと批判を受けるような質問や、テレ朝は今日も中継しておりませんといった事実誤認の発言まで繰り出し、場を乱した前科もあり、同僚記者は、決してジャニーズ側を擁護するわけではありませんが、彼女については NG リストに入れられたのも仕方なかったと思います。と語っていました。また望月氏は東京新聞記者として、ジャニーズ事務所の会見に参加していなかったとされ、会見内容を報じた翌日の朝刊に証拠が載っています。東京新聞は署名記事を原則としていますが、会見の模様を伝えた本記には、男性記者の署名しか入っておらず、望月氏の名前は、被害者からの批判の声をまとめたサイド記事にありました。同僚記者は、会見には、彼女が持つもう一つの肩書き、YouTube チャンネルアークタイムズキャスターとして参加していたようですと語っており、望月氏は、最近使い出した、この新たな肩書きと東京新聞記者を、都合よく使い分けているようです。例えば7月28日に都内で開かれた木原誠二前官房副長官の妻の元夫が死亡した事件の内幕を週刊文春に告白した元警視庁刑事の会見、若手の記者はあの時は各社一人という取り決めがあったため警視庁クラブの記者を出すことになりました、望月さんは私も出たいと言ってきたそうですが、警視庁クラブは、これは警視庁の事件だからと上層部を通して立ったと語っていますが、いざ当日になってみると、堂々と会見場に入っていたとされ、東京新聞で入れないことを知った彼女は、アークタイムズで入ったのです。そして、例によって、3分くらい一方的に、自分の意見としか思えないとっちらかった質問を続けて、
周囲の品種を買っていましたと苦々しく語っています。一方、記者クラブ主催の定例会見には、取材申請なしで入れる便利な東京新聞の取材パスを利用しており、6月に入管法が改正されるまでは法務省の会見に毎回のように出席して、斉藤健前法務省と激しいバトルを繰り広げています。法務省担当記者によると、1問終えたら拒否、2問目を終えてもまた拒否、指名されないと報道官に当たり散らす。質問内容も入管法改正に反対する自分の意見に過ぎず、事実誤認が含まれていようがへっちゃらですと呆れたように語っています。望月氏は6月8日には国会でも騒ぎを起こしており、参議院法務委員会で入管法改正案に反対する野党議員の質疑中に、そうだそうだとヤジを飛ばし、鈴木宗男参院議員から、中立の立場から報道すべき記者として不適切な言動と猛批判を浴びていました。9月6日には官邸記者会見で松野博一官房長官に、私が来ている時は大抵20分ぐらいで打ち切りになるとクレームを入れ、松野官房長官から東京新聞さんに一番長くにわたって丁寧にお答えしていると反論されるバトルもありました。望月氏はどこの会見場に行ってもトラブルばかり起こしており、記者の間でも相当煙たがられているようです。ニュースを深掘り。というわけで、ジャニーズ問題でも暴走中のトラブルメーカー望月記者に、東京新聞の同僚の記者が彼女に対する本音を語ったということでしたね。望月記者の言動は社内でも問題児扱いされているのではと思われますが、中堅記者は上層部は全く問題視していないと語り、彼女の著書新聞記者が映画化されてから誰も彼女をコントロールできなくなってしまっている、ただ現場レベルでは大ブーイングですよ、取材先からあの望月さんがいる新聞社ねとバカにされますからね。独善的なジャーナリズムを貫くのは結構だが、その陰で頭を下げている同僚たちがいることを知ってほしいと苦言を呈しています。またベテラン記者は、同氏の脱記者クラブの取材方針が黙認の背景にあるとし、今うちの新聞は合理化を進める中で北関東の支局で警察担当を廃止したり、司法記者クラブで検察周りを辞めるなど、これまでの当局取材に重きを置いた取材体制を見直しています。一応各記者には担当がありますが、その職務にとらわれず自由に取材することが認められているのです。望月さんも一応は厚労省担当ですと語っています。だが一連の会見での振る舞いについても、あれは新聞記者の仕事ではないと釘を刺し、昔の彼女はあんなんじゃなかったですよ、警察官や検察官の自宅に夜落ち朝がけしてちゃんとネタを取ってくる記者だった、権力にすり寄る手法を変えるのは結構だと思いますが、真実を伝えるという新聞記者の使命にもう一度立ち返ってほしいですと語りました。東京新聞は望月記者については特にコメントはありませんと東京新聞編集局は回答しています。望月記者については、社会学者の古市憲寿氏も9月7日のジャニーズ事務所での望月氏の話していただきたいのは、東山さん自身がデビューする前にですね、ジャニーさんから加害的なものを他のメンバーを含めて加害を受けたというご記憶があるのかないのかという質問について、一言で言って非常に醜悪な発言だと切り捨てています。古市氏は日本中が注目する記者会見で、48歳の男性記者が女性タレントに対してかつて性被害に遭っていたかどうかを執拗に問い詰める、私あなたのファンだったんです
あなたもレップされたんですかと聞くようなものだとし、本人の同意なく性自認や性的経験を暴露する行為をアウティングだと語り、性に関するセンシティブな話題は本人が告発するのと他人から強要されて発言するのでは全く意味合いが違う。近年では職場でのアウティングがきっかけの退職に対して労災認定が下りたケースもあると説明しています。また古市氏は、望月記者の質問は下品な野次馬精神と暴走した正義感が最悪の形で入り混じっているとし、事件の真相を解明するという建前でアウティングにもなりかねない行為をする、それが記者の仕事だからと言えばそれまでだが、東京新聞は人権を重んじる媒体だったはずだ。大義のために個人の人権を侵害していいというなら、それは戦時のメディアと変わりがないと痛烈に批判していました。望月記者、もはや新聞記者というより下世話なワイドショーリポーターになり下がってしまっているようですね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。え、迷惑って言われても普通に記事を目にする人たちの中では東京新聞のレベルいそこってなっていると思うんだけれど、いそこが勝手に暴れているとか思っているのか、東京新聞の経営方針でやっているに決まってんだろうがわら。こういう変人も必要。記者クラブなんて談合組織みたいなもんだろ。いそこの正体は総会屋みたいなもんだろ。赤木さんと揉めに揉めて盛りかけをうやむやに終わらせた実績を買われ、今回はジャニーズから発注あったんじゃね。東京新聞望月は言論の自由を盾にやりたい放題やってる令和時代の新たなテロリストにしか思えんのだよ。そして放置している東京新聞は組織的テロリスト集団くらいにしか思えんのだよ。何が迷惑というなら、報道に記者個人が登場して場を独占すること、騒動の当事者より目立とうとするその態度がもはや病気。進行の邪魔なら出禁にすればいいのに、ルールを守らないという理由なら問題ないはず、常習なんだから。炎上系 YouTuber みたいなもんだろ。ジャンクメディアの記者の見識なんて所詮その程度、バカには自分がバカだと気づけないものなのさ。参院法務委員会の時は相槌だけじゃない、胸をうるさい、胸を黙れとか叫んでたからな。東京新聞の記者という立場ですらなかったのか、ほんと姑息なやつだな。盛りかけ、ジャニーズ、いつもこいつのおかげで論点はずれて、財務省は世論からの責任追及から解放され、ジャニーズは新事務所のプロモーションに成功した、望月はモノ本のプロパガンダを展開するから誰かが利用してんだよ。時代が時代なら魔女裁判にかけられてるだろうな。頭おかしな人を強制的に排除したい中世の気持ちわかるわ。問題の追及は当然だけど、こいつの場合会見の場を自分の味演説に利用するのがね。昔は朝日や読売を打ち負かす特ダネを取ってくる優秀な事件記者だったんですがね、そんな話聞いたこともない。一体どの事件が望月さんが取ってきた特ダネなの？愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？望月記者は会見でも取材ではなく演説のように話し、
極左派に沿った政治的な言論活動に終始していますね。相手に非があると判断すると、突然、自分が正義であり、何を言っても、何をやっても許されると勘違いしているのでしょうか。東京新聞の同僚記者が、望月記者のことを、上層部は問題にしていませんが本当ならば、東京新聞の上層部はどうかしています。この会見で、ジャニーズ側の問題はもちろんですが、だからといって取材する側は何でも許されるわけではないはずです。自分たちはルールを守ってこそ相手を非難できる。まともな会社の首脳陣なら、まず厳重注意、それでもやめないなら配置転換。それでもやるならクビでしょう。自分の主張を通すため、ルールを破って、パフォーマンスのようなことを平気でやるのは、まさに、国会での立憲民主党、辻元清美とよく似ています。立憲、辻元議員同様に、何をやっても、一定の支持者がいるから、ますます増長してしまうのではないでしょうか。こんなことすらわからない上層部が経営に携わっている東京新聞は、やはり、必要のないメディアであり、今後も、日本の国益を損なう報道ばかりなので、一刻も早く廃刊になってほしい、そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。